コリン・モールディングは、イギリスのバンドエクスタシーの元メンバー。全身バンド時代から2006年まで在籍。主に、ベースと自作曲でのボーカルを担当。メインソングライターのアンディ・パートリッチに比べ、発表されている曲数は少ないが、イギリスでは、初めてのチャートインとなった、Life Begins at the Hop, Making Plans for Nigel, Generals and Measures, King for A.D. など、 シングルカットされた曲は数多い。1972年にアンディ・パートリッジ、テリー・チェンバーズらと共にエクスタシーの全身バンドヘリウム・キッズを結成。バンドはメンバーの脱退、バリー・アンドリューズの加入、改名を経て1977年にバージン・デコードよりデビュー EP をリリース。エクスタシー以外での活動ではソロシングルのリリース、サム・フィリップス、 ビリー・シャーウッド等のレコーディングへの参加がある。エクスタシー脱退後は音楽活動をほとんど行っていなかったが、2017年にテリー・チェンバーズと TC&I を結成、EP をリリースし、ライブも行う。ありがとうございます。